どうやら揃ったようだな。面を上げよ。ほう。まだ喋ってはいけないでしょう。女王様のお許しも得ないで。そうだぞ。笑ってないぞ。さて、今日この3名に来てもらったのは、そなたたちは我がレトロゲーム王国のゲームライターだな。はい、そうであります。はい、はい、そうであります。さようです。レトロゲームバンザーイ。シン、喋ってよいか。すいません。どうやら最近最新ゲームの記事ばかり書いているという噂を聞いたのだが、シン、そうなのか。大変申し訳ありません。やはり読者がレトロゲームにはなかなかついてこれないであります。女王様、どうかレトロゲームの世界をお救いたまえ。レトロゲームとは素晴らしいものだとわらわは思っておるぞ。はい、その通りであります。ありがとうございます。したがって今日は3人にこのレトロゲームの良さをもう一度思い出してほしいと思って読んだのだ。はい、はい、ありがとうございます。何をしたらいいでしょうか。ジョー様、何をしたらいいのでしょうか。我々は何をしたらいいでしょうか。ジョー様します。今からそなたたちにレトロゲームのキャラクターを割り振るので、うん、そなたたちはわらわに質問をして自分たちが何のキャラクターかを当てるのだ。あ、クイズですか。なるクイズとも言うな。クイズとも言うんですね。あ、試練だ、試練、試練だよ。お仕置きじゃないですか。これは試練です。お仕置き、まあお仕置きもあるかもしれないです。じゃあ今日のこのクイズにちゃんと正解したものは最新ゲームの記事も書いても良いとしよう。ありがたきしよう。ありがとうございます。頑張ります。だが最後までわからなかった場合はこれから1ヶ月はレトロゲームの記事を書いてもらおう。さすがにそれは無理でございます。無理か。頑張るしかない。頑張ります。努力はいたします。そうだな、頑張ってもらおう。はいはい。では早速わらわに問いを投げかけてみよう。ジョー様、順番はいかがなされますか。順番は誰からが良いか。じゃあご指名をお願いします。ではご指名お願いします。そこにいるのはヨシキだな。あ、ヨシキであります。名前を呼ばれた。ヨシキであります。最新ゲームをやっておりました。はい、何の最新ゲームにハマっているのだ。申し訳ございません。レトロゲームを存在に扱ってしまって。最新ゲームが悪いとは思わないぞ。でもふるさとのこともたまには思い出してほしい。わかりました、わかりました。ヨシキ殿の質問を。ではそれでは女王様、私に割り振られたキャラクターは剣を、ソードを携えたキャラクターでしょうか。ヨシキ。はい。違うぞ。違う。違うんですね。あまり近寄らない問いだな。近くないのか。でもとりあえず答えますよ、もう僕は。わかった。答えてみよう。私は、ボンバーマンですか。ヨシキは、ボンバーマンではないぞ。知っておりました。私はボンバーマンではございません。はい。もう一度よく考えてみろ。承知いたします。では次シン、答えてみよう。はい、ジョー様、私は男性でありましょうか、それとも女性でありましょうか。シン、どっちか聞きたいのか。
じゃあ男性であります。真の真そうだよ。イエスノーで答える。男性でありますか。男性でありますか。真は男性だ。おお、はい。わ、うん、かりました。じゃあ私の答えは、まあいろいろいますが、ゼルダの伝説のリンク。真はリンクではないぞ。そうか。残念でした。リンクではないぞ。憧れているのか。いや、それほどでも。憧れてんのか。それほどでも。大変申し訳ないですが、あまりゼルダの伝説やっておりません。申し訳ないです。シンはもう少し忖度を覚えるといいと思うぞ。はい、心に銘じます。はい、じゃあ次は、ではエスラ、あ、問いかけてみよう。下の名前で呼ばれました。しゃべってもよろしいですか、女王様。許す。ありがとうございます。じゃあちょっと攻めてみます。私は、うん、ドラゴンクエストに登場するキャラクターでしょうか。エスラ、はい、そなたはドラゴンクエストに登場するキャラクターだぞ。おー、なんとエスラー有能。うん、良い質問だな。女王様のことを大体分かってる気がする。一番理解してるのかもな。では、うん、私は、スライムでしょうか。エスラ、そなたはスライムではないぞ。よしよしよし。もう当たったらどうしようかと思って、わらわは少しドキドキしてしまったぞ。緊張させてしまいすみませんでした、女王様。許す。はい。では、よしき、次の問いを。はい。私は、RPG のキャラクターでしょうか。これわらわのアンチョコじゃ。は難しい問いだが、難しい。基本的には RPG のキャラクターではないぞ。おお、RPG にも出てくるかもしれない。基本的にはこれ俺、ジョーさん、私分かりましたよ。当てに行きますよ、今回。もう分かってしまった。みんな申し訳ないな。抜け駆けさせてもらうぞ。私は桃太郎ですか。よしき、そなたは桃太郎ではないぞ。びっくりさせるのよ。いやね、桃鉄もね。桃鉄もあるからね。確かに桃鉄はな、RPG ではないが、もう少しよく考えてみよう。申し訳ありません。じゃあ次の番私でございますか。いきなり自分から。いや、早くしなければテンポ。じゃあ質問させていただきます。はい。私は、銃を撃ちますか。シンは銃は撃たないぞ。おお、平和的な男っていうわけですね。ああ、いい質問だ。でもそれは次の質問になってしまうから答えられない。そう、わかりました。そうだな。そう、じゃあ答えさせていただきます。私はマザーのネスではありませんか。あ、銃撃つっぽい。あ、いや、もういや、銃撃つっけ。いや、撃たないかも。基本バトル、うん、まあいいや。ネスですか。残念だな。うん、ネスではないぞ。残念。では女王様、次は私が質問してもよろしいでしょうか。よいぞ。ありがとうございます。私は、人間のキャラクターでしょうか。有利だな。もう絞られてっからな。いいな。悩むんですか。悩むやつ、ね、悩むんすか。悩むんだ。怪しい戦闘。女王様がお困りになってますよ。 はっきり言うことはできないが、半分イエスだ。え、半分イエス。あ、これちょっと、いや、いや、これドラクエから考えればもう結構いけんじゃん、ね、人形かな。ま、ちょっと待って、ちょっとお待ちください、女王様。では半分か。あ、
半分神的な存在なのかな。ああ、じゃあ、難しいな、こっから。難しくねえよ。結構ね、もういけるだろ、ここはね、ある程度絞られてるよ。あと俺、ドラクエの人形のキャラクターとかわかんないな。人形って なんで最初から人形だと思ってるんだよ。人形って半分人で半分あれ。まあ人間じゃないかどうか怪しいぐらいの線でとりあえず考えればいいでしょ。そうだよ。人形はどちらかというと人間じゃないだろう。そうだよ。人間じゃないよ、人形は。難しいな。じゃあ、ボスキャラとかかな。じゃあ、私はゾーマでしょうか。ゾーマは人間じゃねえだろう。そうだよ、魔族だよ。まあ今その一、はい、お前はゾーマではないぞ。ざまみろざまみろ。安心しました。私も安心したぞ。ではジョーさん、私よろしいですか。私はゲーム中にジャンプをしますか。ヨシキはジャンプするぞ。ヨシキはジャンプする。ヨシキはジャンプする。ジャンプの印象があるぞ。印象がある。印象がある。でもこれかな。まあいいや。さっきと似たような答えになっちゃうの。私は、鬼太郎ですか。鬼太郎よしきは、鬼太郎ではないぞ。なんかやたらマニアックなやつ言ってないか、さっきから。ゲゲゲの鬼太郎の鬼太郎そう。まあそうだけど、鬼太郎確かにゲームあるけど。で、あるじゃん。すごいマニアックだな。うん。むずいな。ジャンプの印象ねえよ、鬼太郎に。なんでよ、横あるだろ、横。いや、どちらかというと、一旦もめに乗ってる印象でしょうよ。あ、すみません、次行かせていただいてよろしいですか。皆さん、次次。はい。私は、男で銃を撃たず、平和的なの。平和的。まあ、でも定番ですかな。私はアクションゲームのキャラクターでしょうか。シンは、アクションゲームのキャラクターではないぞ。これもしかしたら RPG 縛りなのかな。でも、ジャンプするって言ってるわな。そうすると、私は RPG かな。そうすると、もしかして、なんかすごく、トリッキーなとこ行きますけど、アカシアさんまですか、私。そりゃメーター。さんまのメーターってあるから。いや、そう。シンはさんまではないぞ。さんまじゃないか。さんまじゃなかったよ。一気に攻めたでもその答えは嫌いじゃないぞ。褒められた。ジョー様から。気に入られた。じゃあ、はい、ジョー様、次は私いいですか。よいぞ。ありがとうございます。私は勇者をしてしたことありますか。攻めましたね、だいぶ。でも勇者人なんじゃない、大体。エスラは勇者をしたことはないぞ。ない。おお、いや、俺も分かったよ、それ。じゃあ俺もあれだと思うわ、分かったわ。ドラッグファイブでもない限り主人公ではないってことでしょ。分かったのみんな。あれでしょ。もうここまで来たあれしかない。あれかあれだわ、俺見たっけ。レトロゲームだから多分ドラクエ6以前だとして。まあスーパーファミコンじゃないとおかしいよな。まああとファミコンか。3。エスラがあまり考えると当たりそうで怖いから、よしき次に行くぞ。早く答える、早く。早く答えます、早く。私は、ドラゴンクエスト5の主人公ですか。5の主人公と言ったか。はい。5の主人公ではないぞ。おお、よかった、よかった。よかった、俺回ってきた。あー、しかった。誰だろう。RPG 的な、もうそう考えない方がいいんだろうな。ここ二人難しいな、もうわかんないっすよ。あ、私は、名前は和風です。和風の名前ですか。ヨシキの名前は、はい。ヨシキの名前は和風ではないぞ。和風ではない。ヨシキの名前は和風だが、ヨシキの名前は和風ではないぞ。それはわかりますか。 ありがとうございます、ジョーさん。え、ゴエモンかなと思ったんだよな。ゴエモンと高純一が消えた。これちょっと、え、何何こんなキャラ、ね、もっと王道なもんじゃないのかな。ドラクエか、ドラクエ。僕はライアンですか。ジャンプしねえよな。ジャンプしねえじゃん。ライアン、ライアン、ドラクエのライアン。剣を使うな。剣を使う。あ、失礼いたしました。ちょっともっとよく考えてから答えてみよう。剣を携えておりました。あ
あれ。いや、むずいな。え、まあ、今ので終了ですか？そうそう、終わりだよ、僕は。はい、残念でしたね。じゃあ、はい、私の番と行かせていただきます。よいぞ。私は魔法を使いますか？魔法みたいな感じだけどな。なんとお似合い。曖昧なの来たけど、まあちょっとこれはヒントかな。魔法というと、あの中世の呪術的な、この奇跡的な。はい、そうだな。あ、もでもそう考えると、マザーは惜しかったんじゃないの？そうだね、惜しいね、うん、路線的には。じゃあキャラ当てに行ってください。ああ、女神転生とかなのかな。なんだろうな、魔法じゃないけど。イエスともノーとも言い難い。魔法に関してはちょっと。じゃあわかりました。異能力は使うんですね。なんか能力。そうだな。シンは異能力を使うな。能力なんだろう、俺は。俺、あれだな、かかったぞ、あれだ、あのキャラ忘れてた。わかんなくなってきたな、なんかいるかな。シン、あと10秒。ストリートファイター2のベガ。異能力なんで、確かに。魔法ではないね。シン、そなたはベガではないぞ。ベガではない。ベガじゃないよ。ちょっと窮地に陥ったから適当に言っちゃいましたね。はい、適当に言ったのか？ごめんなさい。まずいよ。シン、適当は良くないと思う。まずいよ。ごめんなさい。よく考えて答えてほしいと。でも10秒でよく考えろってなかなかさじっす。エスプレイです、ね、口答えをするんじゃないよ。この収録の最初から結構せかしているのはシンだぞ。まあそれは誠に存じ上げております。はい、じゃあクラブさん行ってください。はい、よろしいですか、ジョー様。私が初登場した作品はドラゴンクエスト5でしょうか。5これね。絞りすぎやろお前。エスラが初登場したのはドラゴンクエスト5ではないぞ。ではない。私より前。ちょっと攻めすぎじゃない。クラブはそろそろ本当にさ、レトロゲーム知識が足りないって言われる可能性があるぞ、このままいくと。でも俺ドラクエ1から4まで全部やってんだよね。覚えてないんじゃないの。覚えてないんじゃない。まあとりあえず答えなよ。まあ、1,2,3,4 ってことね。初代ドラゴンクエストの姫様でしょうか。ローラ姫、うん、ローラ姫、うん、エスラー、そなたはローラ姫ではないぞ。あ、残念。一度姫様になってみたかった。そなたの希望は覚えておこう。姫さん、私これで解けるんじゃないかと思って聞きたいことがございます。楽しみだ。私のキャラクターは最新のPS4、Xbox One、Nintendo Switch で遊ぶことができるゲームに登場しておりますか？登場しているぞ。来た。これ当たるわ。当たっちゃうね。マジで全然わかんない。私は、ロックマンですか？ああ。よしき、そなたは、ロックマンではないぞ。今来たかと思った。結構いいと思ったんだけどな。まあ、剣使ってそうな気もするけど。うん、確かに。X では。今も昔も愛されるキャラクターだな、ロックマンは。そうですよね。そうですよね。それは間違いない。アイコニックな。ちょっと焦ったよ。でも俺もロックマンなんじゃないかって気がする。ロックマン、異能力じゃねえよな、あれ。異能力とか魔法じゃないよ。アクションゲームでしょ、そもそもアクションゲームじゃないでしょ。あ、そうか。では、そろそろ、この回のエスラの回答が終わっても当たらなかったら、はい、ヒントをあげてもいいぞ。ジョー様、慈悲の心。早く、早くやれよ、みんな。じゃあ、私の番ですけど、はい、そうすると、私は、異能力を使う男性キャラ、銃は撃たない。難しいね。私は、異能力ってファイヤーのことなんじゃない？ファイヤー。ファイヤーとスターのことなんじゃない？FF か？あ、私はファイナルファンタジーのキャラクターですか？シリーズ。ああ。
シンは FF には出てこないぞ。あ、違うんだ。残念。残念。でもドラクエじゃない、FF じゃない、桃太郎伝説でもない、あ、まあ俺じゃないけどね。RPG、RPG 系はあんまもう思いつかないな。なんかあったっけ？サガ。サガ、まあ、サガ、サガは好きなんだけど、まさかサガ来ると思えないんだ。ところでシンはなぜ RPG だと思っているのだ？まあ確かに、それは俺の誤解かもしれない。うん、でもちょっと分かんなくなってきたな。ファイヤーボールって魔法なの？でしょ？フラワー取ると投げるやつね。まあいいや、ちょっともう分かんないですけど、私はマリオですか？おぉ。シン、シンはマリオになりたいのか？いや、あんまなりたくないです。なりたくないってなんだ。マリオはいいぞ。マリオはいいぞ。マリオはいいぞ。でもマリオではないぞ。ないか、残念でした。はい、じゃあクラベさん、ジョー様、喋ってもよろしいですか？どうぞ。ありがとうございます。なんかドラクエ1から4までなんか考えるともう真っ黒なんだよね。なんで真っ黒でしょ。真っ黒、真っ黒ってなんだよ。一番近いよ明らかに今。いやでも俺、そう、明らかに俺もう分かってる気がするもん。もう俺あいつだと思う。俺も、俺が知ってるってことですよ、逆に言えば。そうだよね。うん、俺だってドラクエ1から4まで3年ぐらい前にやったんだけどな。僕が初登場したのはドラゴンクエスト3でしょうか。エスラはドラクエ3に初登場ではないぞ。ではない。うん、となると、そうだね。と古いのか。それ聞き方が微妙だね。1か2か4ってことか。まあそうですね。テリーかもしんない。テリーは6ってことね。でもさっき5じゃないって言ったんだもん。そうそう。でもその後の可能性はあるよ。そう、テリーは、バーバラ。だってなんか記憶にないから、私はバーバラでしょうか。エスラはバーバラではないぞ。バーバラではないよね。あ、これで、ジョーさんのヒントが。いただけるっていう。そう、ヒントヒントことですよね。イエーイ。気が早いな、よし。お願いします、お願いします、ジョーさん、お願いします、お願いします。ヒントが欲しいのか。欲しい、欲しがり屋で申し訳ございません。どのぐらい欲しいのか。すごく欲しいです、欲しいです、めっちゃ欲しいです。欲しい、とにかく欲しい。お願いします、お願いします。では3人で声を揃えて導いてくださいと言ったら教えてあげてもいいぞ。じゃあ皆さん、せーの、せーの、導いてください。どうしよっかな。この女王。バラつくからだよ。早くお願いします。お願いします、ジョーさん。実は3人に共通するヒントがあるので、うん、それを伝えよう。何でしょう。そなたたち3人は火を吹くぞ。なんだって？火を吹く。火を吹く。火を吹く。いや、でも、いや、でもまあ、そう、だから、比べるのはわかんねえ、俺。さあ、よしき、鳥を。火を吹くんですよね、火を。火を吹く。じゃあ、私は、トゲが生えてますか？よしきはトゲトゲだぞ。おマジで来たこれはさすがにあって。私はクッパですね。よしき、そなたはクッパだ。くそ、このタイミングでクッパだったのか。ラッキー、ありがとうございます、ジョー様。よしきは一番に当たったから最新ゲームの記事を書いてもよいぞ。いやー、よかった、危ねえ。これで仕事精進できます。俺でもこれ、俺負ければひたすらシェンムの記事が書けるってこと。シェンム、あれ、エドルゲームとか書けないからね。関係ないっすよ。はい、じゃあ次、私いきます。どうぞ。火を吐く。それすごい重要ヒント、ね、重要だね、うん、重要だね。でも俺ももしかしてドラクエなのかな。私もドラクエのキャラクターですか。違うだろう、さすがに違うな。シン、本当のところそうしたかったが違うぞ。あれ、じゃあ俺難しいんじゃないかな。ごめんなさい、そうするとドラクエ以外で火か、火を吹くだからね。サンサハラナーとか。ちなみにシンは
一度ちょっと近づいたぞ。ええー、どこでだ。離れた。近づいたんだ。だ男性キャラクターなんでしょ。あれドラッグウェイのドラゴンさ。人間なのかどうかすらよく分かんなくなってきたけど、火を吹く吹く吹く。へえ。吹く。放つだったらマリオでいいんだけどね。うん、いや敵なんだよ多分。敵だよ。敵。クッパみたいに。つまり。そうそう。でも敵で火を吹くやついたっけ。難しいな。ドラキュラとか。ドラキュラか。それでも雑魚敵みたいになっちゃうね。そう。アーカーとか火吹くって感じじゃないよね。吹かないよね。わかんないよね。ちょっとね、じゃあボスキャラ、ドクターワイトは火吹かねえし。あ、でも口からバブルみたいなの出してたな。ドクターワイト。ちょっと待ってよ。わかんねえぞ、全く。あ、もしかして。あと5秒。はい、あ、わかったわかった。私はダルシムですか。ああ。確かにいいかも。近づいたしな、一回。やったー、すごい。やった、ベガ惜しかったんだ、ベガ。惜しかったんだ、ベガ。あ、ヒントあげなきゃよかった。かかりされた。かかりされた。え、僕なんだ。一番近かった男。いや、だから平和主義者ってことだよね、ダルシム。そうだね。生息者なので。なるほどね。結構惜しかったんだね、俺以外近かったんだね。ごめん、僕出てこない。あれ、ドラゴンクエストのドラゴンって通常の姿があるんだっけ。クラブは最後のチャンスでここで答えればいいんじゃないの。僕じゃあ質問します、女王様。どうぞ。僕はあのドラゴンになったり人間になったりしますか。そうだな、エスラはドラゴンになったり人間になったりするな。やこれもう怒るでしょ。あれでもなんか誰だったか忘れちゃったな、普通に。あれ誰だ。それこそ怒られますよ。そう、それこそ怒られますよ。レトロゲームの知識が足りないって言われるよ、これ。なんか俺ゲームとやるときにぼーっとしちゃうから忘れんだよね。そんなことないあれローラー決めじゃなかったっけ、忘れた。ローラ姫、火吹かないでしょ。そう、ローラ姫、火吹かないよ。ああ、国王だっけ、王様。国王、私は微妙な答えすんなよ。私は初代ドラゴンクエストの王様ですか。何王だ。何王だ。忘れたよ。名前忘れました。エスラー、それはお仕置きだ。ですよね。いや、お仕置きくらいたいだけでしょ。違いますよ。本当に忘れました。いやあれ。よしきとシンはもう分かっているんだな。じゃあ、二人で答えましょう。はい。せーの。せーの。の竜王。竜王。ああ、そうか。ね、そうかじゃねえよ。ボスじゃん、ボス。ボスか、あ、竜王、あ、そうだよね。忘れすぎだよ。あれなんかさ、竜王のボスは当然覚えてるけど、そいつがもともと人間だったってことは完全に忘れてた。いや、人間っていうとちょっと難しいが。だって、まあでも、一応変身するからね。両方の姿あるよ。だって最初は完全に忘れてた。人間の姿してるじゃん。人間の姿してんだっけ、俺は覚えてないけど、ね。いや、だから人間が変身するっていう段階で、俺はだからもうボスキャラだから、ピサロか、そうそう、ピサロか、まあ、リオっていう。ね、ドラクエ4ね、うん。あれちょっと俺、これ今後ドラクエレビューできないな、もうね。まあ、ビルダーズやり直しから。ジョー様。なんだ、お仕置きお願いします。嬉しそうだな。お仕置きは、じゃあ後でオフラインになってから何か。あって嬉しそうな顔するじゃないよ。何を期待してたよ、この人。じゃあ、これはどう進めるんですか。いやー、ちょっとヒントを出しすぎてしまったかなという感があるわけだが。いえ、そんなことないですよ。我々はどうもレトロゲームに疎い存在なので。そうだな、ちょっと最新ゲームばかりやりすぎている感はあるな。あ、だって僕今お何王って言われたらデルカダーローしか出てこなかったもん。デルカダーローは格闘好きだな。ではちょっと追試をしようと思う。
追試、うん、追試当てたけど当てやんないといけないあ、よしきは最新記事は書いていいぞ。あ、ありがとうございます最新記事書きます。最新記事は書いていいが追試だ。追試了解しました。なので次回ももう一度レトロゲームについて考え直してもらおうと思う。はいはいはい、わかりました。わかりました。わかりました。嫌なのか。いや、いえ、そうもございません。いえ、喜んで、嬉しいです。喜んで、うん、ではまた次回頑張って答えるんだぞ。はい、頑張ります、はい、で、じゃあな失礼します。さよなら。